本人には衝撃のようなアシスト。日本代表直近6戦4ゴール6アシストの大活躍で現地ランスサポが絶賛。日本代表は11月21日シリア代表と対戦し5-0で快勝を収めた。この試合右サイドハーフで先発した伊東純也は4アシストと圧勝に大きく貢献。海外メディアも、これは間違いなく満点の評価に値すると称賛した。なんという選手だよ。とんでもない怪物だ。リーグワン最高のウィンガーだ。このような男がチームにいることがどれだけ幸運なことか、俺らは気づいていない。彼は欧州カップ戦に毎シーズン出場するクラブでやれるのは明らかだ。なんて才能の持ち主なんだ。年内は最高の状態で戦ってくれるだろう。でもアジアカップの間、彼なしでやっていくのは難しいだろうな。現時点では良いことだが多くのクラブが彼を欲しがるだろうから、将来的には良いことではなさそうだ。うちには至宝がいる。ランスに残ってくれ。彼は5歳若かったら5000万ユーロ82億円はするであろう選手だよ。上が100号伊東純也に与えれば、彼はリーグワンで一番のパサーになるだろう。伊東純也は日本代表で4アシストしたが、デンベレよりも上ではないという疑いの声がある？